ドクタです。先月、つまり4月に新しい商業施設がオープンしたんですよ。それ何ですか？あ、わかった。渋谷のあそこだよね。ねえ、そうでしょ。確かに渋谷にも新しくオープンした場所がありました。がしかし、残念ながらそこではないんですよ。秘密主義の俺は正直教えたくないんですけど、教えないと話にならないので、団長の思いで語ります。ですから、耳を澄ましてしっかりと聞いてほしいんです。銀座シックスという商業施設が鳴り物入りで4月20日にオープンしました。名前の通り、銀座にあるこの施設、もともと松坂屋というデパートの跡地にできた銀座最大の商業施設なんです。241のブランドショップがテナントとして入っていて、おしゃれの代名詞になりつつある蔦屋書店、そして地下には能楽堂まである、驚きの場所なんです。先月、俺も偵察カテラに行ってきました。いやー、すごい数の人が来てましたね。来た人のうちどれぐらいの人がブランドに興味があるのか正直わかりませんでしたが、ディズニーランドのアトラクション並みにエスカレーターに人が並んでいるのを俺は外から中から見ました。あまりにもたくさん人がいたので、暑くて着ていた洋服を一枚脱いだくらいです。来場者の服装を見ている限りでは、この人きっとブランドは買わない。まあ俺もそうなんですけど、なんせ派手に宣伝をしていた施設ですから、たくさんの人がわらわらと集まってきてしまったんですね。ほら、夜になると明るい電灯に虫が寄ってくるじゃないですか。人間が虫切れだなどという失礼なことはさすがに考えませんか。物の例えとして言わせていただくと、その表現がぴったりなくらいキラキラと光って眩しいものに生き物が引き寄せられる、そう実感したんです。本当に人酔いそうなぐらい、とんでもなく多くの人がオラオラオラと押し寄せていました。覚えていますでしょうか。先ほど241のブランドショップがあると俺が言いましたよね。その中にひときわ目を引く超高級時計ブランドがありました。フランク・ミューラーです。自分にはきっと関係のない世界なんだろうなと思って、実際はお店を外から見ただけだったんですけど、なぜかとても魅力を感じる商品があるみたいなんですよね。で、思い切って足を踏み入れることにしてみました。入り口近くのショーケースの中の時計に値段がついていました。3000000円。あ、ちょっと待って、これってインドネシアのルピアとかですかね。目の錯覚かもしれない。もう一度
ゼロの数を数えてみよう。1、2、3。え、ゼロが6個ついてる。300万円ですか。ガビーン。一体こんなに高い時計を誰が買うとですか。下手すりゃ年収ですよこれ。300万円の時計にビビっていた私ですが、店の奥に行くともっとすごいことが待ち構えていました。少し奥に行くとさらに値段の高い時計が存在しました。ヴァンガード、グラビティ、ヨッティング、生活防水のついたこの時計、なんと1981800M。 もう一度言いますよ。1981万8000円。はあ、本当に驚きましたよ。安い家が買えてしまう値段を持つ時計。この時計か、もっと高い時計が俺の腕に巻いてある。そういう将来が来る可能性は否定できない。正直、その時計を巻いているイメージが湧きました。そして、フランク・ミューラーの超高級時計が、腕時計が並んでいるショーケースからは、強烈なエネルギーをビリッビリッと感じました。俺もこんな腕時計を購入できるようになれるかもしれない。その可能性は否定しないと仮定してさらに奥に進むと、驚きの30000000M。つまり3000万円超の時計もありました。3000万円超えです。外国のスラム街にこんなに高い時計をつけて歩いていたら、乱暴な強盗に腕ごと切り落とされてしまうかもしれません。十数年前にアジアの国で指輪を欲しがった強盗が指を切り落として持って行ってしまう、そういうこともあったそうです。冗談抜きで外につけて歩くことができない。はじめは正直そう思いました。しかし俺は気がついてしまったのです。なぜかとても惹かれている自分の存在に。寝ても覚めてもフランク・ミューラーとはいきませんが、気になっているのは事実ですね。あなたから俺へのプレゼントはいつでもウェルカムですよ。そしてフランク・ミューラーの時計を余裕に買えるぐらいの収入を得る方法が、もしかしたら下のリンク先に説明されてるかもしれません。